はい、皆さんこんにちは、帯吉です。今日はですね、ちょっと背景が違ってると思いますが、実は今岐阜県の岐阜駅の駅前にありますホテルの、中で、この動画を収録しております。岐阜に、作曲、キャラバンエンドライブで来ておりますね。今日が9月18日、そして明日9月19日に、ワークショップ一つやりまして、東京にまた帰るということになっておりますけども、これね、今後ろにこう出てる、これね、本当にすごいんですよ。今日ね、ちょっと、偶然写真が撮れたんですけど、ここに出てる、これがね、太陽みたいに明るいですけど、これ月ね、昨日が中秋の名月ってね、言われてますけど、なんかね、中秋の名月は昨日なんだけど、満月は今日なんですね。なんか、詳しいことは分かりませんけど、なんかそういうことを聞きましたんで、でもまさにこれ満月の月があって、で、これちょっと見えにくいですけど、これちょうどここにね、ある、これが、お城なんですね。山の上にお城がありまして、これ岐阜城ね。で、こっちね、ここに、こうありますよね。これがね、これがかがり火で、これ鵜飼をやってるそうなんですね。で、この時期ちょうど鵜飼のシーズンっていうね。だ今回別にね、狙ったわけじゃないんですけど、偶然が重なって、満月で、鵜飼をやってるところでね、こんだけ天気が良くてっていうところで、お邪魔させていただいておりまして。で、これがね、やっぱり地元の方に聞いても結構ね、偶然ですよって、結構稀ですよって話で、この木にね、来れるっていうのが、まあ、中秋の名月っていうのもね、が年に一回ですから、まあ、それに合ってるっていうのも、ま、不思議なことなんですけど、中秋の名月の昨日が、鵜飼はね、中止なんですって。だから、満月があって、それでこう、鵜飼がこう見えるっていうの自体は、やっぱり結構貴重な、あれだと。で、昨日はね、かなりこの、今この川辺でね、写真撮ってるわけですけど、写真、カメラをね、持って来られてるカメラマンの方とか、すごいたくさんいらっしゃったんですって。もう200人ぐらい川辺で写真を撮ってると。なぜかというと、中秋の名月とあとこのね、岐阜城のこの2セットを、まあ、写真撮りたいということで、来られてたらしいんですけど、今日は3セットでお届けしているというね。だから、鵜飼があって、で、満月があって岐阜城というね。これね、すごくね、良かったなと思いました。もう本当に自分自身も、もうこの日に来れてびっくりだな、という感じでしたのでね、本当にありがたい限りでございました。で、今日はね、この、河原の、河原というか、長良川のね、ほとりにあります、鵜飼屋さんというね、居酒屋さんで、ミニライブを、やらせていただきまして、その様子はね、メンバーシップの方の、動画で公開しておりますので、メンバーシップね、ぜひね、お入りいただいて、もう見ていただきたいなと思います。すごくね、アットホームなライブですけども、アコースティックライブでね、やりましたが、もうね、マイクなしで、そのままバーンと歌うというね、そんな感じでございましたね。本当に楽しいね、ライブだったし、お店も本当に良くてね、今回この作曲からキャラバン&ライブの、趣旨っていうか目的を相当今日一日だけでも、なんか達成できたなというふうになんか感じる、実感できる、まあ日だったなと。で、まあ作曲キャラバンはね、以前からお話しているように、まずね、音楽っていうものが選ばれしものしかね、やってはいけないんだ。自分みたいな人間はもうそんな音楽とか絶対無理ですとか、もうそんな、やる権利はありませんとかね、資格はありませんとか、いう方多いんですけど、そうじゃなくて、音楽は、ね、もし音楽の神様がいるとすれば、もう、不公平なね、不平等なことは絶対しないと思うんですよ。なので、選ばれしものじゃないんだっていうことと、そのね、全国に、要するに都会に出てこないと、あるいはオーディションを受けないと、音楽家になれないっていうふうに思っている方が、やっぱり全国にたくさんいらっしゃるんだなって僕は思ってたんですけど、だそういうね、この作曲キャラバンドライブを通じて、その全国の秘めたる才能を持っている方々に直接お会いしてね、実はこの方、文章を書くとすごいんですとかね、歌詞すごいんですとかね、いらっしゃるんです、やっぱり。だからそのね、発掘をするための活動というふうに思ってましたけど、今回ね、岐阜に来て、やっぱりいたって感じでした。いたっていう感じね。鵜飼屋食堂さんは、本当にね、不思議なお店にまた出会ってしまいましたねという感じで、本当にマスターがね、気さくな方で、
もう本当にマスターが好きでみんな集まってきちゃうんですよ。わーってね。で、そのマスターのお人柄で、ちょっとね、そのお店の前が、イベントができるスペースがあるんですけど、そのスペースに、でライブをやりたいということで、岐阜だけではなくていろんなところからなんかちょっとずつこう人が集まってね、本当にね頻繁にイベントをやってると。でしかもね、これがねちょっとびっくりしちゃったのは、いわゆる地元のねインディーズの人たちではじゃないんですよ。全国ツアーをやっていて、その間にうかい屋さんのところでちょっとやプライベートライブやらせてよとね、それでライブやりに来ちゃうっていうね、お忍びに近い形でねライブやってると。だから普段は全国ツアーでさ何千人とかねいうところでライブやってる人がひょろっと来てね。だって今日私がライブやらせてもらったお店なんかは多分ね、あれ入って10人ぐらいじゃないですかね。でそのちょっと前のスペースでも25人ぐらいかなぐらいの、35人したかな、そのぐらいの狭いこう空間なわけですよ。そこにもう目の前でそういうね、大御所たちが歌ってくれると、演奏してくれるということを、いやなんか実現してしまうというね、不思議な場所でしたね。でだからそうやってねプライベートのライブをやらせてくれと、 かつてね皆さんその、今メジャーのね大物と言われる人もやっぱかつてはねそういう、小さいお店からね歌うことスタートした方もすごく多いわけですよね。なんかそれをね思い出させるようなね、雰囲気を感じるらしいんですよ。だからそういうねプライベートライブもやるとね。で同時にそのかつてね自分もプロになりたかったとね、今40代になっちゃいました、50代になっちゃいましたね、60代になっちゃいましたっていう方が、いや実は俺もやりたかったんだよっていう方が、実は今こうライブ活動をねまた再開して、でまあどっかでやりたいねということで、その買い屋さんのお客さん同士でそのなんかイベントをやったりとかね。でまたほら、もともとプロを目指しているような人たちですから、みんな上手なんですよ。で今回も私がねお店に寄らせていただいた時にもうね、本当にギタリストの方とかね、ひょろっとこうやってくるんですね。でみんなでワイワイ喋ってね、なんか一緒にセッションしたりとか、なんか不思議な空間でしたね。なんか原点に戻れる懐かしい空間だなというなんかすごく思ったわけですけど、でね私なんかまあこういうまあいろんなことをやってるわけですんで、まあじゃあアルバム作ってね、こうどんどん活動してみたらどうですかとかね、あるいはもうちょっとこう積極的にね歌ってみたらいいじゃないですかなんて思っちゃうわけなんですけど、でもねよく皆さんのお話聞いてると、まずねそういう風にするにはもう一段階ね自分のレベルを上げたいとね思われてる方が多いと。でその一段階上げるためのその教えてくれる人がなかなか、まあ、地元にはいないんだよと。もちろんねこの岐阜のエリアも本当に素晴らしい先生方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、そういう方はちょっと短すぎちゃってなんか恥ずかしいんですってだからなんかちょっともうちょっと違う自分の知り合いじゃないところでちょっとちゃんと習いたいみたいな指導者が欲しいという時に、まあ私もずっとね30年以上もレッスンしてきましたんで、そういうところでのねそので今回は私のことを呼んでくれたのはね、日本酒の古酒だるま正宗というね、お酒を日本酒を、醸造されている蔵元の、おかみ、すごいんだよ、すごい蔵元なんですよね。それのおかみの、白木さんね、私たち通称サマンサと呼んでるんですけど、白木さんが私をこうやって呼んでくださったんですけども、その白木さんは、東京に来られることが結構多いので、その時に東京に来られた時に私のレッスンを受講してくださってるんですね。なので私の歌の先生を、今日はねここに紹介しますよっていうことで、うかい屋食堂さんにね私を呼んでくれたわけなんですけど、なので先生来たと、東京からで地元の人じゃないと、だからちょっとねそういうね指導とかしてもらえたら嬉しいですみたいなね。だからやっぱりこう指導スキルアップする技術者が欲しいですということで、それ一つ目。もう一つはね、その
例えばギター弾ける、歌歌える、ね、ライブもできる。だけど、それをね、レコーディングして、いわゆる発売できる音にするという技術。ね。これは私も前、ね、ご存知のようにずっと毎日やってますから。その中でも、特にアレンジと編曲の部分と、あと、ミックスダウンの部分ね。この部分は、やっぱりちょっとね、専門職なんですよ。で、その技術ができる人が周りにやっぱりいないと。演奏はみんなできると。素晴らしい技術持ってると。ね。なんだけど、そこがないと。いうことの二つ目と。あと三つ目ね。三つ目を広げる発信力が実はないんですって方が、どうもね、話伺ってると多かったですね。私もこうやってね、YouTube 喋るの好きだから。で、わーっていろんな発信しちゃうわけですけど、なんかね、すごい恥ずかしいとかね。私にはそういうの無理とかね。誰もきっと見てないとかね。そういう、なんかこう、どうも発信することに、まあ、アーティストですからね、音楽家とかね、アーティストって、やっぱりこう、作ってたりとか、その、自分の作品をこう、生み出すことには関心あるんだけど、それを周りの人に聞いてねとか、ね、これ、ライブ来てくださいとか言うのって結構苦手なんですよ。なので、それをね、やってくれる人がいたらいいなと。だから、スキル、自分の技術を上げる、スキルをアップできる指導者と、で、商品にできる技術者。ね。そして、その広められる発信力がある人。これがね、すごく必要なんですと。それさえあれば、本当にね、地元の、素晴らしいアーティスト、人たち、もう本当に全国に紹介したいんですっていうね、こう、ことが、もう皆さんの会話からもうどんどん感じられるわけですよ。で、私はそれやってますんで、やっぱり今回の、この、作曲キャラバン&ライブは、間違ってないな、というふうに改めてね、痛感しました。ね。で、やっぱりね、この、作曲キャラバン&ライブはね、本当にご支援があって、こうやってね、できてるなって、もう改めてまた思ったわけなんですけど、まずね、私が今回岐阜に来るの、今までね、こうやって、いろんな地域でね、ライブやったりとか、イベントやったりね、するってなると、やっぱり実費で行ってたわけですよ。ね。交通費とかね、旅費とかね、全部実費で行ってたから、行って帰ってきて、なんか、歯疲れた、お金もなくなっちゃったみたいなね、そういうことの繰り返しだったんですけど、やっぱり今回はね、白木さんが、その宿泊場所、あとは食事、交通費、ね、その他諸々の、お金は心配しないでくださいということで、そこはご支援してくださったんですよね。で、先月、ね、その前から皆さんにご支援いただいております。私がね、お仕事を休んでいても、ね、こうやって岐阜に来て、通常の業務をやらなくてもね、生活できる、スタジオ、東京のスタジオが維持できるためのね、支援金でサポートしてくれているね、皆様のおかげで、やっぱこうやって来れてるんだなってことをね、なんかすごくね、なんか本当に感じました、今回。本当にありがとうございます。ね。だからやっぱりこの活動ね、やっぱりいろんな地域に本当にね、才能ある方いっぱいいて、そういう方がパッて才能を開花すると、その隣にいる人が開花するんですよ。だから本当面白いんですよ。だから今回サマンサね、白木さんがパッて声が出るようになった。ね。あ、私声出るようになった。っていうふうに、本当にご自身も感じてくれたと、ね、今日も話してくれてたんですけど、そうするとね、私声出すときにね、自信を持って喋れるようになりましたとかって言うと、その周りの人がね、いや、私ももっと声出るようになりたいとかね。やっぱりそうやってね、連鎖反応がね、こう、扉が開くようにね、こう、パタパタとね、動いていくんだなって、なんかね、改めてね、思っちゃいました。ね。なので、この活動はね、やっぱね、ぜひ、引き続き、やっていきたいなと思います。来月はね、10月は北海道。ね。そして、11月から12月にかけて、今度埼玉ね、作曲キャラバン&ライブ、伺いますのでね、またそこで、新しいね、才能が開花する、瞬間をね、また、体験できちゃうんじゃないかなと思って楽しみにしてるんですけども。でね、今回、まあ、そのね、地元の方とお話ししたときに、まずね、今後の岐阜イベントを一緒にやりましょうって言っていただきました。だからなんか、おびちゃんイベント、in 岐阜みたいなね。作曲キャラバンライブ in 岐阜みたいな。あれかもしれないですね。で、もう一つはね、さっきも言ったように岐阜のアーティストと繋がれたってことはすごく大きかったです。だから今後ね、例えばその、ギタリストの方と、音源制作するときに、じゃあ岐阜の方とセッションして、ね。それで、新しい音源作ってみましょう。
というようなね、こともできるなっていうことと、やっぱりこの岐阜の方、ね、こういった活動してるよっていうことを知っていただけたっていうことは、私にとって本当に今回大きいね、結果になったなというふうに思っております。大変感謝しています。ありがとうございます。で、やっぱりね、藤原直哉先生がね、よくおっしゃってる、知っていって見てあってって、これ本当そうだなと思います。でね、今回ね、このね、ここに出てる鵜飼ね、もうね、突然私の人生の中で鵜飼なんかもう全く皆目何にもなかった状態が、いきなり目の前にバッて鵜飼が出てくるぐらい、今日は鵜飼すごい鵜飼だったんですよね。だからこういうのって、そういうのを知ると、あ、鵜飼という伝統行事があってね、それがこういわゆる天皇家とね、こうつながってるんだみたいなね、そういう話があったりとかすると、それがまた新しいね、あの創作の、ヒントになったりしますんでね、ほんと素晴らしいなと思いますんで、ぜひね、皆さんも知っていってみてあってね、関心あるところ、面白いなと思ったところには、ぜひね、積極的に、足を向けてみるといいんじゃないかなと思います。はい。ではね、今日はね、最後、このね、素晴らしい鵜飼の様子をね、動画に撮りましたので、一層ずつね、本当はね、こっちが川上なんですけど、こっちからこうぐーっとね、一層ずつ降りてくるんですって。それをね、最後はね、6層がこうわーって集まって、それでゴーっとこう降りていくっていうね、それで最後はこうね、鮎を取ってますから、鮎をこうずーっとこうね、こう集めてって言って、それで最後こうたっと取るっていうね、そこの一番クライマックスのところが撮影できましたので、そちらをね、ご覧になっていただいて、今日お別れしたいと思っております。でね、この動画がちょっとね、喋り声が、入っていますので、そうするとね、ちょっとね、なんかワイワイしちゃってるので、今回は私のね、作りました、BGM を、ちょっとかけながら、皆さんにお届けしたいと思います。10分弱ぐらいですかね、皆さんの良いひとときになったらいいなと思っておりますので、ぜひご覧になってください。それではまたお会いしましょう。さよなら。